皆さん、こんにちは。堀琴音さんは日本の女子プロゴルファーとして2021年に初優勝、2022年に2度目の優勝を果たしている実力者で、若手のホープです。全英女子オープンなど海外の大会でも結果を残している堀琴音さんですが、ネット上では良くない評判も上がっているようです。そこで今回は女子プロゴルファーの堀琴音さんについて、さまざま噂されていることを深掘りしていきたいと思います。まずは堀琴音さんのプロフィールを見ていきましょう。堀琴音さんは1996年3月3日生まれ、徳島県徳島市の出身です。身長165センチメートル、体重56キログラムで、血液型は A 型です。趣味は音楽鑑賞、バッティングセンターに行くことです。2014年にプロへ転向しました。国内の女子プロゴルファーの中でも現在トップクラスの実力者として知られる堀琴音さん、しかしながらネット上では態度が悪い、性格が悪いなどと言われているようです。なぜ態度や性格が悪いと言われているのでしょうか。どのようなことで言われているのか列挙してみます。一つ目に、プレー中に不機嫌になる。二つ目に、クラブで地面を叩く。三つ目に、コメントをする時の態度が悪い。堀琴音さんの態度について主に言われている内容は以上の3点です。トップクラスのプロゴルファーがまさかと思いますが、ファンの目はシビアなので、一般の人が見ている状況とは異なるでしょう。一つ目から順を追って説明していきましょう。プレー中に不機嫌になるという噂は、堀琴音さんのプレーを見たファンが過去に書き込みをしたことからささやかれ始めました。書き込みの内容は次の通りです。この子はプレー態度が良くない、もっと若手らしいプレースタイルってあると思うんだが、そのあたりを直さないと優勝ができないよ。リズムに乗っているときは機嫌が良く、調子が悪いとあからさまに態度が悪くなると言います。集中しているとも言えますが、メンタルスポーツと言われているゴルフにおいて、メンタルの弱さを表に出すことは良くないと言われています。女子の地上波録画見ていますが、堀琴音ちゃん、パーパット外してのチって感じの態度、ちと悪くないかい、イラつくのはわかるけどさ。堀琴音はボギーを打った後の態度が良くないな。ギャラリーも見ているんだから、プロなら態度に表すな。だから勝てないんだよ。このような反応が見まれました。現場だけでなく、ゴルフ中継の時にも態度の悪いシーンが映っていたようです。あからさまな態度に出すのは、さすがにプロであっても人格的に印象が悪く映ってしまいます。試合を見ているファンが不快になるほど表情や態度に出しすぎているという声もあります。グリーン上での態度が良くないという声も散見されました。堀琴音のプレーを見ていると不快になる、そりゃうまくできないことだってあるだろうけど、表情や態度に出しすぎなんだよな、との声がありました。2つ目の、クラブで地面を叩くという行為はよく見られるそうです。堀琴音さんはパットを外した時にグリーンを叩いたり、クラブで地面を叩いたりするなどの行為が目撃されています。ゴルフをやったことのある方ならば、そうなる気持ちがわかる行為ですが、実際にしかもプロとしてラウンド中にやってしまうのはイメージが悪いと言えます。堀琴音って態度悪、クラブで地面叩くわ、最悪やな、試合出す前にマナー教育しろよ、見本になるプレーしろ。ゴルフ中継で態度悪い選手いるなぁと思ったら堀琴音だった。グリーン叩いていたよね。おいおい、堀琴音プロ、パッティングがうまくいかないからってグリーンを叩くなよ。プロだろ、そこら辺にいる親父じゃあるまいし。そもそも紳士のたしなみと言われるスポーツであるゴルフにおいて、そのような行為は慎むべきでしょう。またデリケートな芝であるグリーンの上でパターにもたれかかり、芝を傷つけることも気にしていないような態度も目撃されているようです。すべてのゴルフプレイヤーの手本になる振る舞いが求められるのがプロですが、ゴルファーの一人としても態度の悪い姿は見せてほしくないという声があります。そして3つ目の、コメントをする時の態度が悪いというのは、上記2つの様子から見れば容易に想像がつくことではあります。堀琴音さんが2021年2月に放送されたゴルフフェアマッチに出演した時のことです。堀琴音さんの最後のコメントの態度の悪さは救いようがないと当時話題になりました。
ゴルフができることに対しての感謝の気持ちはゼロと言わざるを得ませんでした。当時その様子を見ていたファンは、見ていて不快感しかなかったと振り返っています。 BS 朝日で放送された女子ゴルフペアマッチ選手権にて試合終了後のインタビューが大きな波紋を呼びました。コメントの内容は伏せますが、あからさまに不機嫌な様子だったようです。あれだけ感情をコントロールできない様子見せられると心象悪い。プロとしてあの態度はいかんでしょう。あれはコーチやお姉ちゃんからもお叱りがあるとネット上でも不快だという声が多く上がっていました。これは氷山の一角であり、実際にはかなりの数の態度が悪いエピソードがネット上に存在しています。これは堀琴音さんの性格が悪いからなのかと言われると、そうだとは言い切れない部分もあります。またアスリートの闘争心は様々な形で外面にも出てきますが、周囲からはあまりよく受け取られないような形で出てしまっていたのかもしれません。ただ誤解されるような言動や態度、試合中の振る舞いは厳に慎むべきでしょう。堀琴音さんはプロ入り前のジュニア時代から輝かしい成績を残していました。四国ジュニアゴルフ選手権優勝、関西ジュニアゴルフ選手権優勝、第66回国民体育大会優勝と素晴らしい成績の数々です。国民体育大会では後にプロ入りする比嘉真美子選手や藤田光選手を抑えての優勝でした。その後もステップアップツアーで2度の優勝をし、3位でプロテストに合格するなど鳴り物入りでプロ入りを果たしています。日本女子オープンで2位に入り、史上6人目となる10代でのシード権獲得、3年連続シード権獲得するなどの活躍を見せますが、プロツアーでの優勝は8年もの間遠ざかっていました。後輩のゴルファーが次々と国内外で優勝していく中で、焦りから精神的に安定しない日々が続いていたようです。ゴルフをするのが怖くなった、眠れずに夜を過ごして朝になる、そんな日が続いていたと述べています。精神的に追い詰められ引退も考えたほどだったそうです。優勝できなかった焦りから、性格などは関係なく態度に出てしまっただけという見方もできるかもしれません。予選落ちなどの不調が続いたことでコーチに相談したそうです。その時に良いアドバイスをもらえたようで、悩みが解決の方向へ一気に向かいました。それまで意固地になって誰の言うことも聞けなかったと本人は振り返っています。ここからスランプを抜け出す糸口をつかんだ堀琴音さん、2021年に7月に日本ハムレディスクラシックをプレーオフの末に初優勝を飾ると、2022年3月には T ポイントエネオスゴルフトーナメントで2勝目を飾ります。全英女子オープンでは15位に前線するなど、完全に一皮むけたことで精神的にも安定した様子が見られ、態度が悪いという声も最近はかなり少なくなりました。精神的にも技術的にも一皮むけたことで、これからのさらなる活躍が期待できるでしょう。ちょっと変わった噂に、堀琴音さんのヘア見えたというのがネット上で噂になっています。ヘアというと髪の毛や脇の毛、はたまたある部分の体毛なのかと思ってしまいます。しかしいくら調べてもヘア見えたという情報はありませんでした。多分このヘア見えたという噂はいたずらだったのではないでしょうか。画像もないし動画もありません。さて堀琴音さんには現在彼氏はいるのか、そして好きなタイプはどんな人なのかも気になるところです。調べてみると残念ながら現在堀琴音さんに彼氏の情報はありませんでした。1996年生まれの堀琴音さんは20代半ばということで、結婚していてもおかしくはない年齢ですが、まだ結婚はしていないようです。結婚適齢期には近くなってくるので結婚を意識することはあるかもしれません。近年女子ゴルフ選手の結婚発表ラッシュもあり、少なからず堀琴音さんも結婚相手に関して考えることはあるでしょう。女子ゴルフ選手の結婚相手はゴルフ関係者が多いという情報もありますから、堀琴音さんもゴルフ関係者の中でそういった相手を見つける可能性は高そうです。堀琴音さんは試合で思った通りのプレーができなかった時はつい顔に出てしまうそうで、芯が強く負けん気が強いタイプのようです。そんな堀琴音さんの彼氏は優しく見守ってくれる大人の男性が良いのではないでしょうか。堀琴音さんの好きなタイプはどんな人なのでしょう。3月生まれの堀琴音さんの星座は魚座です。
魚座は優しい性格なので相手に尽くす傾向にあり、相手の影響を受けやすいので立ち振る舞いが変わることもあるとされています。堀琴音さんに結婚相手や素敵な彼氏ができたら雰囲気などが変わる可能性が高く、分かりやすいかもしれません。堀琴音さん自身が答えていた好きなタイプは、笑顔が可愛くて清潔感のある人だそうです。堀琴音さんは趣味がないことが悩みだったと述べていましたが、スポーツ観戦を趣味としているようです。お酒を一緒に飲みながらスポーツ観戦してのんびりできる人が理想の相手かもしれません。いかがだったでしょうか。今回は堀琴音さんについて様々噂されていることを深掘りしてきました。態度が悪いと言われていた時期がありました。調べてみると背景にスランプから来る焦りが態度に出ていたようです。復活後は態度に関する指摘が激減しました。堀琴音さんは悟り世代と呼ばれる世代の生まれです。悟り世代は現実的で、未来に対して過度な期待を持たず、恋愛にも興味を持たない人が多いと言われています。もしかすると堀琴音さんも恋愛に対してそこまで興味を持っていない可能性もあります。ファンとしては結婚して幸せになってほしいと思うところでしょうが、結婚だけが幸せではないので、本人が幸せであるならそれでも良いのかもしれません。今後もツアーだけでなく、プライベートに関する情報も要チェックです。堀琴音さんの活躍と恋愛事情に関しても注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。